はい、酒好きの元新潟人のいい人がです。今回は、札幌のこれ中杯かな、香るお茶割り、アルコール度数 7% です。原材料が緑茶かっこ国産とスピリッツ、緑茶新石種ビタミン C 香料となっております。緑茶新石種使用。緑茶新石種とは茶葉を お酒に漬け込み、じっくり旨味を引き出したお酒です。国産茶葉 100%、 糖類ゼロとなってます。まあ、普通のいわゆるお茶と焼酎だけではないということですね。お茶の新石種を使用しているというのは、まあ、なかなか好感が持てるのではないでしょうか。今日のつまみはですね、こちら俺の大好きな、オクラと、あとこれアスパラですね。を、これただ塩ゆでしただけなんですけど、これに、まあ、俺っちの大好きなマヨネーズをかけまして食べる。豪快に大量にかける。こんなような感じになります。うまそうだね。オクラとか大好きなんですよ。あの粘っこいやつ。納豆も大好きなんだけど。そしたら乾杯。お、あ、結構苦い？苦い？まあ、アルコール度数 7% もあるんで、結構強いですよね。いただきます。うまっ。うん、このオクラのぬるぬる感うまいな。うん、ちょっと苦いですね。まあ、なんか、なんか微妙な味がするな。なんていうか、普通の、まあ、俺、多いお茶の濃い味が大好きなんですけど、あ、アスパラもうめえ。まあ、なぜ多いお茶かと言いますとですね、まあ、一番多分苦いんですよね。ただこれはね、確かに苦いんだけど、なんだ、渋い。なんかえぐい。ような、あの味が、なんかしますね。なんだろう、この、このえぐみというか、
渋い。喉の奥のあたりに結構なんか、意外がっと何か、なんか、感じるね。うん。なんだ、普通のこれお茶に焼酎で割ったような、俺がまあ、作るような、感じの、こう、スルッと飲める感じではなく、何かこう、なんか、喉の通りを悪くするような、何か、味がしますね。なんだかはわかりません。けど普通に作った時自分で自作するやつに比べるとかなり癖が強いですね。これはあれだな、あんまり美味しくないな。関係ありませんが、札幌ビールの、ホームページ。てかそういえば黒ラベルの、札幌黒ラベルのさ、黒ビールはどうなったの？なんか前発売するとか言わなかった。結局出てねえんだけど。札幌生ビールの黒ラベルのエクストラブリューってこれ昔出たよね。あんま美味しくなかったけど。限定醸造。そして、麦とホップの、魅惑のホップセッションっていうのも発売するっぽいですね。あと札幌クラシックの、夏の爽快。これは北海道限定ですね。まあ、北海道限定って言っても普通にスーパーに売ってましたけどね。札幌クラシックはね。そして札幌クラシック春の香り2017北海道限定。これも多分どうせ普通に発売されるだろう。あとこれ飲んだことないのが札幌の静岡麦酒ってやつね。静岡県限定発売。これ飲んでみたいんだけど、売ってないんですよ。スーパーにも売ってないよね。静岡麦酒ってやつ。うん。うまっ。久しぶりに食ったけど。やっぱ、あれだな。この、オクラとさ、アスパラさ、だいたい、お湯、塩茹でするんですけど、その茹で時間がね、長いとね、すっげーまずくなるんですよ。俺、昔、知らなくて、昔っていうか、まあ、1年前ぐらいに。まあ、とりあえず茹でりゃいいだろうと思って、茹でてたんだけど、結構長く茹でてて、5分間ぐらい茹でてたら、ぐでんぐでんになって、なんか、変色してね、なんかすげえことになったんですよ。で、デロンデロンになってね、まずみたいな。これ本来は1分半から2分です。どっちもアスパラも、さっきググったんですけど、やっぱり、アスパラと、オクラは、2分未満で、茹でるのが正解っぽいですね。うんまっ。くそうめえな、マジで。なんだこれ。札幌ナポリンサワー。何これ？北海道限定、大人のナポリン。あのナポリンがお酒になりました。知らない。何ナポリンって。清涼飲料水だって。うん。なんか北海道限定多いっす。あとは、これ飲んだことある。愛のスコール。スコールっていうカルピスのパクリみたいなやつ。
のお酒が出るみたいですね。西日本エリア限定発売だった。これカルピスの劣化ですね。うん。普通にカルピスと何ら変わんないっていう。何が違うのか全然わかんないけど、薄い気がする。カルピスの薄いバージョンかな。劣化カルピスですね。うん。劣化カルピスですね。そしてこちら、香るお茶割り。ストロングなお茶割りできました。確かにストロングだね。うん、雑味のないクリアなお酒に、緑茶新石酒を加え、低温でじっくり旨味を引き出したお茶ではありました。ふくよかな香りと奥深い旨味でほっとくつろげるお酒です。うめえ。このさ、アスパラガスのさ、サクサク感、うまいな。歯ごたえ抜群。うまい。うめえ。やっぱさ、これさ、緑茶とさ、これ何に使われてるか、原材料もう一回読みますけど、緑茶かっこ国産とスピリッツと緑茶新石酒とビタミン C と香料でしょ。これスピリッツってのは何かっていう問題だよね。うん。これ何入れてんだろうな。スピリッツっていうのが気になるけどね。まあ、焼酎ではないでしょうね。で、ウォッカだったらウォッカって書くよね。じゃあ何入れてんのかって、スピリッツっていうのが謎なんだよね。うん、で緑茶新石酒も入れてんだけど、このスピリッツっていうのが何なのかっていうのが問題です。多分これが、このエグさを生んでるんではないかと。俺が勝手に想像しますけど。勝手に、多分このスピリッツが怪しい。だって焼酎だったら焼酎って書くもんね。ウォッカだったらウォッカって書くでしょ。スピリッツってわざわざこの濁してる感じが、何、何なのって。そこがわかんねえよな。スピリッツっていうのは具体的に、まあ、蒸留酒ってことなんだろうけど。曖昧すぎるよね。表示がね。表示的にね。何のスピリッツなんだよって。あ、ほんとよくあるけどね。確かに。よくスピリッツって表示見かけるけど、何のスピリッツなのか全然わかんないよね。コク、うん、まあ、コクはあるんだよな。甘みはないんだよね。まあ、ほのかに、なんか、酒の甘み的なのはある。香りも強いですけど、まあ、これはあんまりおすすめはしない。ちょっとえぐいですね。4242です。ご視聴ありがとうございました。